おーアイナ、そんなところで突っ立ってないで、隣に座ったらどうだ、デゴアス。ど真ん中に座っといてよく言うよ、座れねえわ。しずえさん。気づいて。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトの時刻は、2020年4月17日、金曜日の午後4時58分です。そうそう。天気予報によると、今夜は一年でも珍しい、流星群が見られる日なんだそうです。たくさん流れ星が降り注ぐ、アイナ島。想像しただけでもうっとりしちゃいます。皆さんもお時間がありましたら、今夜夜空を眺めてみてくださいね。それでは本日も、良い一日をお過ごしください。流星群やって。びっくりしたはい、ということで今回もやっていきたいと思います。今日はレックスがおるんやね。はい、スマホが鳴っている。あ、桜も鳴っとるやん。あれ前回から鳴っとったっけ気づいてなかったけど、桜も鳴っとる、やった。もしもし、こちらたぬき商店のつぶきちです。やっぱ桜も可愛いね。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金3万336ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。いや、昨日はね、ジャスティンがおったけん結構ね、稼がせてもらったんよ。お、堂々エアラインズから？いつも堂々エアラインズをご利用いただきありがとうございます。日頃の感謝の気持ちとして、当社のオリジナルグッズを同呈させていただきます。え、なになになに？なんかさ、みんな当たり前のように庭に入ってくるよね。まあ、うちの花の手入れをしてくれてありがたいけれども。え？堂々エアラインズアイマスク。あ、かわいい！え、かわいい。なるほどね。飛行機で、あれをつけて寝てればいいってことかな。旅立つときに。ありがとう、マミーさん。まあ、お会いできて嬉しいでした、ふん。まあ、私んちの庭だからね、ここ。世間話でも。アイナさんは今日はどんな風にお過ごしですか？私は、秘密でした、ふん。秘密が多いのね、マミーさん。ん？君、この島の住民だったよね。俺のことはもちろん覚えてるよな。そう。あらゆる虫と虫の関節を愛してやまない、リアル接触系アーティスト、レックスだ。今日も作品のモチーフにふさわしい運命の虫を探しに来たのさ。ってわけで君さ、もし虫を捕まえたら俺に言ってくれないか？自慢じゃないけど俺、虫ゾーンの広さには自信があってね。どんな虫でも買い取り可能だから。ああ、それと別件なんだけど、もし俺の作品に興味があるなら、声をかけてくれ。また後で。ん、そうか。まあ俺は明日の午前5時までこの島にいるつもりだから。了解。あ、そういえばさ、私、このメニュー黒板と、ボトルシップ、これ二つさ、ん？プレゼントが飛んできたような気が。ほら。二つともね、この、風船からゲットしたんやけど、めっちゃ良くない？あ、待って。あっぶねえ、ギリギリやった。超ギリギリやった。やった、お金！あ、お財布いっぱいやった。そう、ジャスティンでいっぱい稼がせてもらって、めっちゃあるんよね、お金。ほら、99,924 ベル、プラスのここに1万ベルやろ？今の5000入れて。待って、ボトルシップここに。ボトルシップとさ、あと、メニュー黒板。絶対この辺にぴったりじゃない？どうしよう、こっちとかに置いた方がいいかな。確実にぴったりだと思いまして。え、めっちゃいいやん。超いいやん。え、めっちゃ似合う。いや、なんかね、この辺、屋台だけじゃ物寂しいなと思いよったんよね。こんな感じでどうでしょう。あ、方向変えるなよ、おい。良きだね。え、めっちゃ良きだね。これで、あとテーブルとかがあれば完璧って感じ。ふぅ。家にはいないのね。メッセージボタルとかも別に落ちてなさそうやし。あ、昨日ね、動画外で、ここの池からさ、錦鯉が3匹も釣れたんやけど、めっちゃラッキーじゃない？超ラッキーじゃない？お。だって、錦鯉さ、1匹、まあ、4000ベルぐらいするやん。やばーと思って。しかもジャスティンおるし。見てくださったあなたへ、部屋のお片付けをしていたら、本の間から昔思いついた DIY レシピのメモが出てきたんです。世界中にこのレシピを広めたくて、こうしてボトルに詰めてみました。
まずはあなたが作ってみてください。ハンドメイド大好き、アデレード。アデレードって誰やっけ？コアラ？丸太の飾りだな。え、どんな感じなんやろ？なんか可愛い感じする。てか最近ね、何？風船打ち落とした時に出てくるレシピ？竹のレシピばっかりなんやけど、なんか、今それのイベントとかそういう感じ？桜家具みたいな感じで。今度は竹家具？なんかご制約済みになっとる。誰が来るん？え、誰が来るの？ここ。アイダホ様ご新居建設予定、たぬき開発。アイダホって誰やったっけ？なんか名前聞いたことあるな。何座ってんの？人んちのベンチブランコに何座ってんの？かわいいけど。おー、アイナ、そんなところで突っ立ってないで。隣に座ったらどうだ？ってごわす。ど真ん中に座っといてよく言うよ。座れねえわ。全然座れねえわ。やっほー。はい、元気？あは。ほら、これいらないとかでさ、なんか物を渡せるんやね。ってことは、前に、もうおらんけど、くるぶしの家とか、家の中すっかすかやったけど、物を渡せれたってことよね。今日はこれから何して過ごそうかな。あは。なんか健康的やね。ジャージで、浜辺で、なんか準備体操しようけど。あ、シャンティ、ご機嫌。元気そうで何よりだわ、だってば。お話ししよう。今日みたいな天気の日は、島の空気がいつもより美味しく感じられるわ、だってば。あ、そういえばそろそろ、橋、ここの橋が架けれるんじゃないかと。多分、18万ぐらいあればよかったよね。ということなので、まあ、ATM で引き出します。木製シングルベッドいいやん。もらってく、誰がベッドここんなとこに入れていったんやろ。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイル。7日以上連続ボーナス300マイル。やったね。ご利用になりたいサービスをお選びください。ちょっと待って、タヌキショッピング何があるかな。え、三輪車かわいい。あれやん。ちょっと今なんか、ね、めっちゃベル使って生きる場合じゃないけど。あ、望遠鏡も欲しいぞ。望遠鏡も欲しいぞ。買います。いや、もう全然買います。ケケメタル超かっこいいやの下。三輪車はさ、確実にマミーさん家の前に止めたらよくない？望遠鏡を浜辺に置きたいし、キャンプ場の方かな？さあ、ちょっと ATM から引き出します。大丈夫かな？足りるかな？足りるかな？あ、足りるか全然。あ、全然足りそう。ってことやけん、ちょっと、引き出そう。あ、ちょっと待って。もしやこれ引き出せないとかそういう。え、んなことある？じゃ、8万ぐらい引き出しとこう。え、引き出せんくね？あ、そういうことか。できとったんか。腕取ったんや。で、とりあえず、あ、もう余裕やろ、これ。なんならもうちょっと貯めたら、ローンが返済できそう。ちょっともったいなく感じてきた。いや、でもそこは、またね。まあ、とりあえず今日、あ、土地はそのまんまなんや。なるほどね。そうなんや、そういう感じ。もうそのままなくなるんかと思った。こんにちはでございまひ。ただいま、石の橋のための募金をしております。目標の16万8000ベルか。なるほど。はい。ってことで、私が残りは全額募金しておきます。あ、違う。終了してしまったゼロで。また今日私は、動画界で、今度はレックスがおるってことやけん、レックスに協力してもらってお金をめちゃくちゃ貯めようかと思います。協力しちゃう。ってことで出せるだけ。164,370ベル募金いただきますか？募金します。おかげさまで目標の168,000ベル達成いたしました。完成を楽しみにお待ちくださいまひ。イエーイ。あ、そっか、その場で完成するわけじゃないよね。やったー、募金が目標の金額になった。さあ、これで明日の朝には完成しているはず。で、あとはちょっと、マミーさんの家の前に。まあ、この辺かな。あれ？なくね？あ、そっかそっか、後日届くんか。ちょっと、商店に行きますかね。たぬき商店。
は、めっちゃいい。滑り台がある。イエーイ。え、超いい、超いい。これ欲しいです。そちらの商品は象の滑り台でございます。お値段は4200ベリとなっておりますが、いかがでしょうか？買います。毎度ありがとうございます。4200ベル、間違いなく頂戴しました。あとはどうかな。とりあえず、この二つも欲しいかな。コーヒーカップ。270ベル買います、余裕で。全然買います。はい、そして横の、なんやろこれ。お勉強セット買います、買います。はい。毎度ありがとうございます、で、ちょっと今回もまた、レシピも買っておこうか。トダラの商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたら、申し付けくださいませ、ってことで、チャレンジ DIY レシピ。そちらのチャレンジ DIY レシピはデータで販売している DIY のレシピ集でございます、お値段は2680ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買います。毎度ありがとうございます。さあ、これで何が増えるかな？それでは、チャレンジ DIY レシピのレシピデータをアイナさんのスマホに転送いたしますね。はいはい。お、来た来た。はい、登録できました。新しいレシピでもっともっと DIY をお楽しみくださいね。他は大丈夫です。なるほど、買った後も残っとんやね。まあでも、もう、いるレシピは、あ、初めてのっていうのは持ってないんかな。なんか何のレシピがあるんかも見せてくれないというのはちょっとどうかと。かぶっとったらね。小さな DIY 作業台。これあれやないん。たぬきちんとこにあったやつじゃないん。違うんかな。あの案内所にあったやつ最初の。あ、丸太の飾りだな。これなんや。さっきゲットしたやつよね。浜辺で。積み木チェア。積み木ブックシェルフ。ロッキングチェアよき。輪投げ。あ、いいね、いいね。なるほど。ありがとうございました。あ、半妙や。ちょ、これは、確実にゲットしておいて。あ！あはは、消えたー。レックスに売ろうと思ったのにー。なんてこったい。つら。つら。まあでもちょっと、象の滑り台をね。設置しましょう。いや、滑り台欲しいなって思いよったよね。どの辺かな、滑り台。滑り台ね。てか、この辺も、やっぱあの、なんていうん？家の中みたいにさ、やっぱ、ちょっと、模様替えをしやすくしていただきたいよね。こういう方向の方がいい。んで、だいたいさ、なんかこういう滑り台の先とかに、なんか砂場ない？え、ってことはどうだ？場所的に。奥の方がいいかな？ってことはちょっと、この辺に滑り台を置きまして、そういう方向になるのか。よいしょ。まあ、こう、置いて、で、この辺に砂場を、砂場を設置。あ、これ以上向こう行かんねや。もうちょっとくっついて見えてほしいんだけど。じゃあこっちも近づけれんってことよね。くそ。まあ、そんな感じでやっといて、じゃあこの辺にジャングルジムを。ポン。こんな感じでどうでしょう。なんか配置的にはさっきの方が良かったような気がするけど、まあ気にしない。で、ちょっともう一箇所、あの、くるぶしが出ていったところに、呼ぶ住民を探しに行きましょう。
何か歩いている。狼やん、狼。もう狼かぶっとるけんな。どうやろうな。あれ誰やっけ、ツンドラさん。メッセージボトル。名前も知らないあなたへ。天気が良かったのでお散歩してたら空から何か降りてきたのか。急に DIY のレシピを思いついたんです。作ってみたらすごく良かったので誰かに教えたくなっちゃいました。まずはあなたが作ってみてください。遠い島に住むイサコより。イサコさん桃の帽子、帽子、桃の帽子ってどんなんやろ。もう私今ね、なんていうん、小人図鑑の隠れ桃尻しか思い浮かんでないんやけど、あんな感じじゃないよね。被り物的な。どうも。ほら、ツンドラさん。あら、はじめまして。あなたもよその島から来た人かしら。こんなところで出会うなんて奇遇ね。私、ツンドラっていうの。あなたはアイナとナイナさんね。なんだかあなたとは仲良くなれそうな気がするわ。少しの間だけど、よろしくね、ナナだわ。ツンドラさん、可愛いんやけどな。でも、可愛いんやけどさ、結構なんて言うん？他の住人たちって、同じ系統の住人でも結構見た目に差があったりとかするんやけど、ツンドラさんってモニカちゃんと結構被っとんよね、見た目。見た目結構被っとんよね、なんか、色が違うだけぐらいの感じじゃない？いや、もっと違うんかな。なんかそこまでよくよく見てないけんよくわからん、なんか、魚固まりすぎじゃない？どうした？スロー。でも一応ツンドラさんあれかな、加入しとこっかな。かわいいし。来い来い。よっしゃ来たー。来い。くそー、錦鯉じゃないんか。錦鯉ではないんか。よし、じゃあ加入します。こういう島でのんびりしてると慌ただしい普段の生活に戻るのが嫌になってきちゃうわ。はあ、このままずっとこんなスローライフができれば幸せなのにね、なのだわ。うちの島に来てみない？え、本当に？あなたの島って確かアイナ島だったかしら。まあアイナさんも一緒なら心強いし快適な暮らしができそうね。私決めた。アイナ島に引っ越して新生活を始めることにするわ、なのだわ。ようこそ。そうとなったら引っ越しの手続きをしなくっちゃ。どうしたら。そう、アイナ島のタヌキチさんという方に連絡すればいいのね。今日はここに来て本当に良かったわ。私たちの出会い、もしかしたら偶然じゃなかったかもしれないわね、なのだわ。さあ、これでツンドラさんが来ることになったよ。なったよ、なったよ。ふう、いい感じやね。なんかずっと歌いよりやん。どんだけなんだ。アイダホか、アイダホが来るんか。なんか楽しみやね。みんなさ、結構同じ場所から動かん感じなんやね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは次回、石の橋、公園に向かうための石の橋が完成して、で、アイダホがやってくるんか。なるほど。よきよき。ってことは多分アイダホの次、その次の回ぐらいで、ツンドラさんが来るんかな。